の私のちょっと鉄板ネタをやらせていただきたいんですけれども、こちらねコール&レスポンスなんですけれども、本日ね声出しがダメなので、ぜひ皆さんアクションを起こしていただいたりとか体でちょっと表現していただけたらなと思います。いきます。履いているから態度で示そうよ、ほらお前らパンツ履いてるか。トランクス、ブリーフ、ひも、いや本当に申し訳ございません。Yeah!
ですね、知多半島の観光や特産をイラスト化したキャラクターです。はいはい、この子たちね、2009年から、スタートしてまして、来年1月で15周年になります。馴染みのない方が多いと思うんですけど、実は全然そんなことないんです。そんなことないんですよ。はい、特にですね、知多半島という地域、今あの大河ドラマでやってますよね。どうする家康、家康さんのお母様であるお代の方、あの松嶋菜々子さんが演じてらっしゃいますお代の方が生まれたのは知多半島なんです、実は。ありますし、あとは愛知だとやっぱりトヨタ、車のトヨタが有名です。なのでね、自動車産業盛んで、知多半島にも工場がたくさんあったりします。あとは意外と多いのが、知多半島でも北九州とか九州地方から来ましたっていう方が多いんです。確かに多いですね。そうそうそう、知多娘メンバーにもあの九州とゆかりのあるメンバーが多くって、おばあちゃんおじいちゃんが九州生まれとか、お母さんが九州出身とかね、いろいろいて、私もそうなんです、実は母が九州出身で、あ、なるほど。ここで小倉駅、私もうめちゃめちゃ利用してて、後ろの切符売り場とかよくね、あのすみません、ちょっと行き方が分からなくてっていうのを聞いてたりします。ねえね、彼女もね、一応ゆかりがありますよね、はい、どこと言う、まあ、木は別に欠かさなくてもいいと思うんですけど、普通にしてていいんだよ。はい、私はね、おばあちゃんが九州出身でね、はい、イノシシの肉食って生きてました。ということでね、あのまだまだあの初参加の、北九州を伝えに来るのが初参加のメンバーもいますのでね、ぜひ北九州の魅力たんまり感じながら、私たちのステージでは皆さんにね、愛知県知多半島の魅力を感じてもらいながらのステージになりますので、ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。言いますと、はい、若者が声優を目指すというユニットになってます、はいはい、私たちもあの、ね、ちょっと大きめのオーディションで選ばれて、こういうあの声優をやらせていただいてるんですけれども、さっきも、ね、言わせていただいた通り、2009年から15年、来年の1月で15周年ということでやらせていただいてて、15年の間に東京とかでね、あのプロのアニメの主役級の声優に、ね、大活躍してる方だったり、地域の観光大使になってる方もいたり、そういうグループです。はい、それじゃあちょっと代表して、ゼロ期生の萌美さんにちょっと挨拶をお願いします。挨拶紹介、私が担当してるチタミルクっていう知多半島全域のキャラクターが一番最初のキャラクターなんですけれども、あの気づいたらもう15年ますので、テレビアニメとかゲームとか、アニメゲームに関する歌とか、いろんな活動をやらせていただいています。はい、代表作こういう方がお願いします。テレビアニメだったらヴァンガードの G シリーズにベルの役で出演していたり、あと舞台アサルトリリー篠田美代子役で出演していたり、幅広く活動しております。はい、ね、やっぱ15年もやってますからね。声優としても活動しているメンバーがいますし、地域の観光大使としても活躍しているメンバーがいたりします。こんなグループですのでね、ぜひ今日はチタ娘覚えてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。紹介あったように、今日はですね、リベンジマッチです。去年 KPF に来られなかったので、私たちリベンジマッチでここに立っております。ということでね、去年来るはずだったメンバー4人で、今からは1曲お届けさせてください。はい、私がね、今年から来るってなったので、私はですね、皆さんに知多娘のパンフレットをこれでお配りしようと思いますので、曲中に、はい、ぜひ皆さん受け取っていただけたらと思います。はい、はい、ということで
申し上げた通り車で13時間かけてここまで来ております。はい、ほぼ丸1日です。丸1日です。で、今日この TPF が終わった時点で私たち愛知へ帰ります。はい、ね、ここ愛知に帰る前にさ、私言いたいことあるんだけど、いい？何ですか？何ですか？あのね、福岡県じゃん。私ね、福岡県に来ると橋本環奈になれるの。どういうこと？違う。私ね、橋本環奈ちゃんと同じ年齢で、同じ誕生月で、同じ星座なの。この橋本環奈です。言わなかった。ちょっと誤差だよね。誤差が橋本環奈です。ちょっと誤差があるだけ。誤差もクソもないです。ちょっと控えてください。誤じゃないよね。すごい差があるよね。時間ないんですよ、この間。短い時間なのでね、はい、で今日ね、ここは集まってくださった皆さん、私たちのチタムステージを見てくださった仲間、はい、いや、もうあれですよね。はい、私思いついちゃったんですけど、皆さんは、チタ娘ファミリーだと思ってるんです。ファミリーです。うわー、ありがとうございます。ファミリーの拍手。皆さんお金ちょうだい。やってほしいこと、それはチタ娘のブースに来てください。チタ娘のブースです。あちらにね、ブースがあるんですよ。はい、どこですか？あちら西日本総合展示場の新館にね、はい、そのブースがあります。はい、ここにあるんですけど、チタ娘のブースで私たちも実際に立っているので、ぜひ声かけて遊びに来てください。お待ちしております。お待ちしております。そう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 ね、はい、ぜひですね、チタ娘のことをね、いいなって思ってくださったら、ちょっとでも応援してもらえると嬉しいです。はい、北九州にいる皆さんだからこそ応援できる形、 SNS っていうものがありますよね。ありますね。 SNS 私たち各種やっております。 X、Instagram、TikTok、あと YouTube などなどやってますので、ぜひチタ娘って検索して、いいねとか、あとはリポストっていうのかな、今リポストとかのこと好きになってくださった方々、ぜひ知多半島に遊びに来てください。愛知県の知多半島ですので、お待ちしております。ありがとうございます。はい、そしてね、なんと最後の曲になってしまいました。はい、最後の曲はね、今さっき話したように知多半島の名所や特産物が出てくる歌になっています。これを皆さん聞いて北半島マスターになってください。